ちゃ、AT の歌です。こんにちは、こんにちは。はい、3つ目、いきますね。どんどんいきますね。相手のサーブに対して、オンサーブは出てる、出てないというギリギリのハーフロングの判断や行き方のことです。あー、こういう、こういう、ごめん。こういうサーブなのか、これなのかみたいな、出てる出てないの、ギリギリのラインのサーブが来た時の判断の仕方。そう、この一番いい取り方、おすすめの取り方、まあ、両パカ出なかった時と出た時の出た時のパターンいきましょうか、はい、まあ、まず待ち方、はい、はい、はい、そうですね、待ち方的にはあもうや先にやっとるんですかね。じゃあ僕適当に出します。これプロだな。いやいや、プロ版。プロ版。でも結局、多分判断が難しいので、もうチキータ、もう多少出たぐらいだったら、もうそのままチキータでいってしまえみたいな感じですね。で、待ち方としては、出る前提で待ってますから、で出ない前提で出ない前提で待って、出たらちょっと下がりながらキュッとかですね。あで、明らかに、あ、これ出るなと思ったら、もう先に腰を沈めて、待って、出たらかける。ヨガさんはこっちの方がもうとにかく入れる自信があるってことかな。そうですね、フォアより、うん、ただこれがめちゃくちゃ切れてる場合、この人のサーブめちゃくちゃ切れていて出るか出ないか分かんないっていう時はもうこれじゃ上げれないので、もう絶対フォアでいく。なのでめっちゃ切れてるっていう人は短かったらもう長く切り返さずにフォアっていく。もし出てたらこれって、あ、ごめんごめん、ごめんなさい、うーってかける、めっちゃ切れてる、うーってかける。今サーブボレシーもすげえやばい。そんな感じですよ。相手の回転量を見ながら出るか出ないかは判断しますね。まあ、この人のサーブだったらバック、判断は難しいけどバックでいけそうだって言ったらバックでいくし、もうバックじゃ上げれないってなるとフォアでいく。なるほど。でもし短かったらもうふわっと突きます。でもはい、レベル高いね。ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあ、強速きた。3段階ぐらいレベル下げて。はい。じゃあ、出し押せばいいですか。OK、はい、出します。超嫌だわ。判断って話だったんですけど、判断しないっす。ですよね。出てないっす。全部出てない。出てないっす。出ない。もうそう、迷う、判断しようとするから、迷う。もう判断しない。しない。もう別に多少出てようとも大丈夫であれば短いっす。サーブ。と思って突きします。分かんなかったらもう判断難しいやつはもう出てないと思って。もう多少出ても無理やり突きます。なるほど。はい。判断しようとしない。いやでも大事だよ、最初は、うん、うん、マジでいいね、このちょっとバランスいいっすね。全然ちゃうって言ってくるから、競技レベルで、ね、ね、このね、いい、あの違いっていうのいい感じっすね。神山さんと被る人なかなかいない判断しない。でもそれやった方がいい人絶対いるんで、確かに突き上げるとやっぱすごい強いから、ぜひ皆さん、こっちが得意な人は横浜さんにやればいいし、突き得意な人はもう判断しないで一回突いてからの展開を強くすればいいんで、ぜひやってみてください。ありがとうございました。